いらっしゃいませ。ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな？もちろんございます。それではドレスをお選びください。あ、これ俺が選ぶん？マジで？やば、俺の好みバレるやん。全然沙織さんっぽくないようにしたいな。いや、どうしようかね。でもやっぱ普段地味っぽいもんな、沙織さん。地味な格好してるから、ギャップでめっちゃ可愛い系にするか。この辺ボディコンって。ドレスのがいいんかな。なんか昭和のアイドル感すごいないこの辺。そんなことない。どうしよう、チャイナドレスはやばいな。これだってこれ普通やもんな、今まで通りやもんな。絶対に沙織さんが着なさそうな感じのボディコンにしたろ。あ、色も選べる。いやー、あった。待って、色選べるんか。正直これと迷ってる。いや、これにしようか。この色なんかおかしい。青？赤。いや、ボディコンにしよう。この金色、金色なんかな。こっちのがおとなしい、こっちのが沙織さんっぽい。これにしようか。ヘアアクセ。うははなんかおるよね、こういうアクセサリーつけてる人。カチューシャかな、普通の。ここはメガネ。いや、コンタクトでしょ。よし、っていうかこれ、このドレスで服な、服なんかどうかわからんわ。ティアラなんか違うな。ティアラじゃない、カチューシャ、ティアラにしようか。で、メガネはノーコンタクト、コンタクトにして。うわ、見えねえな、髪型変えたいな。見えねえよ。これでいいんちゃう？お、やだ、セクシーね。これかな。絶対沙織さんがしなさそうなあれにしたいから。ちゃうな。これでいいや。クソでっかいダイヤつけとく。あ、時計これやろ。これもつけといて。あ、下が選ばれへんのか。メイクアップは写真送らなあかんのか。香水つけた日の気持ちを落ち着けてくれる、高めてくれる。いや、落ち着けよう。これでいっか。 OK、 決定。あれ、完了。
新沙織さんの完成です。あとはヘアメイクを星野くんに頼んでって感じか。どうやろ、普段のギャップが出るかな。どう沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼なじみだったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り、中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。またこういうの来る。こういうの来ちゃう。全然平気。今は沙織さんの方が好きだ。いや、これにしようかな。いや、今は真冬より沙織さんの方が好きなんでね。何言ってるんですか、急に。矢上さん、たまにそういうとこありますよね。よくないと思います。冗談だっての。まったく、もう着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。いや、え、勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かー、いいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリー。このまま行くの？ちょうどそこから近いし、腕も確かですから。分かった、ありがとな。
はず。このまま行くんや。なかなか恥ずかしいな。近っ。あれ、どこから入るのこれ。ここか。美容師チェリー。星野くんが言ってたのここか。いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。じゃあ来た、こっから。なるほどな。いや、この暗いイメージをかなり変えたいから。似合わねえ。あ、後ろ、ロングヘア、ストレートロング。あ、これいいやん。ソフトウルフ、なんかいっぱいあんな。ローポニーテール、ポニーテール。いや、ショートありやな。ショートありやな。いや、これにしようかな。ハーフアップ。あ、髪色変えれる。髪色どうしようかね。茶髪、明るすぎるのは違うよな。もうキモすぎるやろこんな。この色いっとこが。ドレス見せてほしいな。ちょっと合わしたい。この辺かな。あ、いいんちゃう。いい。どうなんやろ。いや、さっきの色でいいや。これでいいや。眉。これはバランスのがいいかな。これ大変やな。全部同じ、似たような色。まつげ、これ多いな。かっちり。まつげは黒でいいやろ。これはアイライン。やば。この辺はちょっとわからん。この辺はマジでわからんわ。この辺はちょっとわからんな俺。何色が何をしたらどう見えるかとか全然わからへん。適当でいいや。なんか似たような色をずっと並べてるけど、どうなんやろ。カラコン。うわ、ブルーアイかっこいい。この辺か、この辺。青い目って怖い。この辺にしたがろ。チーク、あれさ、肌白すぎてさ、チークついてるのかついてないかわからん。この辺にしといたろ。リップカラー。あ、悪魔や。マルフィセントみたいな。
すぎるのはきしょいよな。色なさすぎるのも気持ち悪いよな。この辺でいっか。どう？ええんちゃうの？ちょっとわかんねえわ。髪型ぐらいやな、楽しかったのは。へえ、こりゃ想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃあクイーンルージュに行こう。あ、俺沙織さん操作してる。ヒュヒュー、見ろよ、すっげえいい女。どう？どうしたん？何？おい、うわ、すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん。殴られた。ごめんって。いや、これキャッチされるんじゃん。お姉さん、どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。これで1000億もらってさ、帰ってきたら社長に渡したらいいんじゃん。やばい、この自然楽しいな。ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。え、よっと、楽しい。どうぞ。なんか楽しいぞ。お待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう？そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。来たぞ。いや、これは。いや、めっちゃ可愛いなってない？こちら、城崎沙織さん。採用ですって。すごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。城崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて、喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？この喋りがいいと褒められたな。さて、接客の経験はないってことだけど。え、ここから俺ずっと沙織さん視点。正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちはカムロ町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。あの、ちょっと地位濃すぎたな。まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。最低。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらおねだりとか。おねだり。おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。
まあ女の子は君だけじゃない、同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。とはいえキャバ嬢として点数を稼ぐことが目的じゃないんですよね。あくまでも調査が目的。自然な接客をしてお店に溶け込みながら、事件当日端木の相手をしていた女の子を探す。大変そうですけどやるしかありません。事件解決につながるなら望むところです。よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。スミレです。ミカです。いやどうしたらいいの。これ絶対なんか連続正解ボーナスあるもんな。でもこれあの喋り方がいいって言ってたからな。沙織と申します。沙織と申します。おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。さあ座って座って。失礼いたします。とまあそんなわけで、会社の窮地を救うためまだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。んー、どこの業界にも苦労してるんだ。寝てるやん。あの子全然興味なさそう。それは他人の苦労話なんて面白くないでしょうけど。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、もう寝そうなってるやん。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。うわ、すごい適当。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ、ったく。褒めれば本当に何でもいいんですね。それなら私でもできるかも。お楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい、これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで。寝てるやん。君はどう、そういう経験ある。それは無茶ぶりですよ。そのネクタイ素敵ですね。あの子ピンチですね。ここは盛り上げつつフォロー、盛り上げつつフォローです。寝てた。寝てた。正解や。寝てないし、ちょっと意識飛んでただけ。異議です。同様の趣旨の発言を繰り返しているだけです。異議って裁判か。こりゃいい漫才コンビですな。キャバ嬢って結構神経使いますね。沙織ちゃんは弁護士に向いてるよ。うちの顧問弁護士になってもらうかな。そのお話詳しく聞かせていただいてもよろしいですか。やっと一組終わった。接客するのに精一杯で、事件調査なんてとてもできる感じじゃないです。はあ、なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ気にしないでください。私そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まああの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。あ、それがね、そのお客さん、うちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え、知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。
葦木さん？創薬センターの葦木さん？そうそう、なんだ知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。ミカさんがあの日葦木の接客をしていたキャバ嬢だった。私ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても葦木さんのことを思い出しちゃって。あのミカさん、そのことなんですけど。ミカさんと沙織さん、新規お願いします。あ、はい。ごめんね、変な話しちゃって。が、これはもっとミカさんから話を聞きたいけど、嫌な過去みたいだし、根掘り葉掘り聞いたらきっといい気分はしないでしょう。沙織さん、大丈夫？あ、すみません、すぐ行きます。とにかく彼女の信頼を勝ち取りましょう。これはひたすらミカにフォローする感じかな。あ、グラスが空いてる。これは合図だそう。あ、あのグラスが空ですけど、何か飲まれますか？え、あ、そうだね、どうするか。よかった。景気よくボトルとかいっちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？せっかくのチャンスだからなんとかしなきゃ。甘える。体寄せよ。そんな釣れないこと言わないで、もっと遊んでみてもいいんじゃない？沙織さん、そうそう、たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。よし、ここはボトルを入れときますか。やったー、超素敵、ボトル入ります。ああ、これは仕事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 。この人散財するやろうな。終わった後絶対後悔するタイプ。沙織さん、マジありがとう。こんなすごい売り上げ出したの私初めて。そんな、ミカさんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるからお礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの、そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー、あとちょっとだからそれまで頑張ろう。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、葦木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあいろいろ。